はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回はアウトオブパークベースボール21、こちらをプレイしていきたいと思います。新作がね、つい先日発売されたので、以前プレイしていたアウトオブパークベースボール20から21に今回から、移行していこうと思っています。で、今回もね、あの選手の写真は NPB の公式ホームページのものを引用させていただいています。で、前回はですね、斉藤佑樹、日本ハムの斉藤佑樹物語ということでやってたんですが、今回はもう画面に映してますね、松坂大輔物語ということでね、プレイの方をやっていこうと思います。で、今回もコロナぶっ殺す、GM 兼監督ということで、先発ローテーション、あとはスターティングラインナップ、あと1軍2軍の入れ替えをやっていくのがコロナぶっ殺す GM 兼監督ということになります。その他のオペレーションはアシスタント GM もしくは2軍監督に任せるというオペレーションになっています。ではまず最初にですね、ライオンズのフロント陣ご紹介しておきましょう。ライオンズのフロント、まずは何といってもね、コロナぶっ殺す、彼がね、今お話したように GM 兼監督というポジションについています。で、アシスタント GM が後藤さんですね。で、投手コーチが馬場さん。で、ピッチ、ごめんなさい、ベンチコーチ、ヘッドコーチが馬場さんですね。で、投手コーチが西口さん。で、打撃コーチが赤田さんという、メンバーになっています。続いて、先発のローテーション。今回、松坂大輔は4番手。先発ローテーションの4番手で、入ってもらおうというふうに思っています。前回斉藤佑樹はですね、開幕投手を務めたことによって常に、相手のエース級とぶつかるということでね、苦戦したんですが、今回松坂は4番手になります。で、先発メンバーですね、スターティングラインナップ、ご覧のような陣容になっています。画面の左下ですね。今回は松坂がね、頑張って、まあ、できれば5勝、上積み乗せて8勝ぐらいしてくれれば優勝争いに絡めるかなというふうに思っています。では松坂のね、能力の方を確認していきましょう。松坂なんですが、一応ね、選手の能力の見方については以前プレイした時に紹介しているものがありますので、一旦そちらをご覧いただきたいと思います。で、こちらが松坂の能力になっています。で、続いてですね、打者の能力もね、簡単に見ておいていただければと思いますので、打者の能力もご覧いただきたいと思います。味方ですね。はい、では戻ってきて大輔、松坂大輔なんですけども、もうやっぱりね、ファーストボール、直球、ストレートの、ね、威力というのは以前に比べるともう確実に落ちていると本人もね、話をしていたと思うんですけども、85から87マイル程度ですね。で、持っているのがシンカー、カットボール、カーブボール、あとはスライダー、あとはサークルチェンジというボールを持ってるんですけども、なんか報道でしか見てないんですけども、新魔球と称してスプリットチェンジっていうボールに
ちょっとね、チャレンジしているっていうような報道をちょっと見かけたんですけど、スプリットチェンジってどういう軌道なんでしょうね。それもね、松坂が登板してくれて投げてくれたら楽しみだなと思ってるんですけど、まあ残念ながらね、コロナぶっ殺す GM 兼監督も、名前からして怒ってる通りですね、プロ野球の開幕がここに来て、もう完全にいつになるかわからないっていう状況になってきてしまってますからね。まあ、ここはまず松坂に、プロ野球ファンにね、楽しんでいただけるアウトオブパークベースボールの中で盛り上げてもらえればなというふうに思っています。では早速開幕まで進めていきたいと思います。はい、では開幕してですね、画面の一番上少し見づらいんですが2020年の3月23日になってます。まあ、本来今年のね NPB プロ野球の開幕はオリンピックが予定されていたこともあって例年より1週間程度早い3月の20日開幕予定だったので、松坂大輔はですね、その4番手のローテーションに入っているので23日、これが松坂の一軍開幕戦ということになります。オリンピックもね残念ながら1年程度の延期ということになってますからね。チケット当たった人とかはねどうなのかなっていうのもありますし、マラソンが札幌で行われるっていう話もまだねちょっとごたごたしそうだなっていうのがありますからね。まずはとはいえ1年以内に本当に、今のね新型コロナウイルス感染症が収まってくれるのが一番いいとは思うんですけど、まあ、その状況を見守りつつというところで、じゃあ早速松坂の登板戦見ていきたいと思います。さあ松坂なんですが、村田との投げ合いファイターズ戦になります。まず景気よくね1勝あげてもらいたい、松坂もまず1勝欲しいってね、言ってるようなので、ここはもう本当に1勝ね取ってもらいましょう。もう本当にねこのコロナウイルスの影響を受けて4月5月と予定していたタイ旅行がね完全に流れてしまいましたからね、それもちょっと残念なんですよね。もうでちょっとしばらく行けるタイミングもなさそうだしなっていうね。まあ、でも7月に実はタイ行きのチケット取ったんですけど、それもなんかちょっと怪しい感じになってますね今。松坂ここまでポンポーンとツーアウト取りましたね。西川を空振り三振、杉谷をセカンドゴロと打ち取っています。これアウトオブパークベースボール21から少しこのカメラマークが良くなりましたね。動くようになってる。斉藤佑樹はちなみに一つ星半だったので、それに比べると松坂は、三つ星だったかな、 あるのでだいぶ楽なのかなっていうのはありますよね。勝てるのかなっていう気はします。さあ松坂の2回、まずここはボール歩かせてしまってノーアウトランナー1塁のピンチ。ここはどうだ、レフト前に落ちる。これで2アウトランナー2塁1塁ですね。バッターは渡辺、足はそんなに速くないのでここはゲッツーシフトを引いてゲッツーでアウトカウント2つ取りたいですね。お、ここはゲッツー取れる。松坂からいいね、143のダブルプレー。これで2アウトランナーが3塁。まずはね先制点取ってもらえるまではねなんとか抑えたい。どうだ、ただ1塁投げられない。1塁は投げられず、サード強襲の先制点献上したという形ですね。まあ、まず1点であれば、松坂であれば、まあ5回6回っていうところを3失点以内で収めてもらいたいなっていうところですね。ここは送球が決まってスリーアウト。なんとか6回をね3失点、それを松坂今季の目標にしてもらいたいっていうのと、怪我をしないっていうところですかね。松坂はねちょっとやっぱり怪我のイメージが最近多いですからね。長い回を投げるよりかは、しっかりと先発のローテーションを守る。6回3失点で
年間通じて守ってくれるっていう方が嬉しいかな。ここはパスボール、キャッチャーは森友哉ですかね。スタメンマスクは森、ただここはパスボール。さらにレフト前ヒットでランナーが帰ってくる。ここはクロスプレーになる。2点目を献上。ツーアウトから失点。バッターは4番の中田。この中田の当たりもセンター前に落ちますね。これでツーアウトからランナーを二塁一塁と得点圏に進めてしまっていると。その松坂、ここは抑えたい。これは平凡なセンターフライか。伸びていく伸びていく伸びていくがセンターがキャッチ。なんとかこの回に失点、ここまでに失点ですね。さあ松坂、逆転してもらった4回の裏、逆転してもらった後の失点は避けたい。ここは送りバント。ただボールが松坂の前に転がってきて、これをさばいてワンアウトランナー一塁。バッターボックスは谷内ですね。ここはダブルプレーシフトを引いて一気に潰していきましょう。見逃し三振。ここはセンター前に運ばれてしまって、バッターボックスには西川。ツーアウトランナー二塁一塁。ここはどうしてもね、同点弾を浴びたくない、同点のタイムリーを打たれたくないというのがあるので、外野を前に出しましょう。ただここで満塁、ツーアウト満塁。バッターボックスは杉谷。松坂踏ん張りどころが来ている。ここは空振り三振。よく抑えてくれましたね。さあ5回の裏の松坂になります。森がすごいいいプレーしてピュッと投げたんだけど、ファーストがキャッチングできずにノーアウトランナー2塁、エラーでノーアウトランナー2塁ですね。迎えるバッター4番の中田。ここはショートゴロ、ランナーを進めずですね。ランナー変わらず2塁でワンアウト、アウトカウントだけ1つ増えた形。これはレフト、ライトにフラフラっと上がってキャッチ。タッチアップもないですね。ツーアウトランナー二塁。渡辺を迎えて、ここで抑えられるかどうか。まずはここですね。ここはサードゴロ。OK だ。松坂5回まで2失点。さらに2点追加点をもらった6回の裏の松坂。ちょっとスタミナがね、もう3分の1ぐらいまで来てますので、どこまで投げさせるかというのはちょっと様子を見ましょう。松坂、開幕、最初のね、登板で勝ち星を挙げられれば、だいぶ気持ち的にもね、本人的にもだいぶ楽になるんじゃないかなと思うんで、まあ、日本球界に戻ってきてからもね、そのソフトバンク、ドラゴンズと、まあ、結果が言ってみれば出せていなかった中、ライオンズに来てね、いい結果が出せれば古巣に戻ってよかったねって話になりますしね。ただ2アウトランナー2塁1塁、そう簡単には勝たせてくれない。ここはセカンドゴロに打ち取った。いいですね。さあ松坂なんですが、ここで、もうスタミナ切れてきてますし、3点リードと2失点で頑張ってくれたので、今回ね、松坂はここで降板させたいと思います。
で、今回はね、まあ、ちょっと初回ということもあったので、まあ、松坂の試合、まず見ていただきましたけども、次回以降はですね、1ヶ月単位で、松坂の登板試合をね、キュキュッとまとめて、まあ、20分前後の動画にできればなというふうに思いますので、まあ、具体的には4月の松坂を見て5月の松坂を見てっていう形で月単位で1本の動画にまとめていきたいと思いますので、ぜひぜひですね、皆さんの応援よろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。